どうもこんばんは、寝起きです。起きて10分後の私でございますね。いや皆さんもロマン求めることあると思うんですけど、やっぱ朝のロマンってあるんですよ、正直な話で。今日はせっかくだから、あれ普段注文しないけどあっちの方にしてみようかな。いつもグリドルなんだけど。はい、すいません、ご注文どうぞ。お願いします。ソーセージエッグマフィンのセットでお願いします。はい、かしこまりました。アイスコーヒーのブラックでお願いします。はい、ありがとうございます。どうも、またご来店くださいね。いや、本当最近っていうか昔からだと思うんだけど、すごく丁寧、ちゃんと私が行くまでこうスッと礼してるんだよね。ありがとうございますって、すごいね。こんなさ、400いくらね、決して高級店ではないんだけども、対応の良さがすごい。よいしょよいしょよいしょ。まずはコーヒーから。うん、今日閉まってる。なんか日によって味変わることあるんだよね。ほんで箸もそうなんだけど、これ箸も、いや今日3、4分待ちってチキン投げて注文したよね。3、4分待ちって言われてさ、ほんでいやもうこれね、好きなんですよ。昼とか夜のマックはね、食べないって方も、まあ、周りにいらっしゃると思うんですけども、朝マックだけはもうほんと大好きって方いっぱいいらっしゃると思います。これよ、このね、マフィンに挟んで、ほんでキーはね、この卵だよね。この不思議な形の卵、これ一口ね、いただいてみると、うますぎる。いや毎朝ね、朝マックでいいって思ってる方もいっぱいいると思う、このうまさだったら。ただ毎日ね行くわけにはね、通勤中だったらいいんだけど、わざわざ外行かないといけなかったりとか、まあ大変だよね、いろいろ。でもね、今回ちょっとすっげえことになったから、これゆっくり食べてからキッチンの方移動するわ。よっこらしょ。さて、うんなら今から作るとするか。ん？無謀だと。あ、わかる。卵のやつとか難しそうなイメージありますよね。わかります。でもね、奥さん、今回は素人でも作れるグッズってものが存在するんでございますよ。というわけで、召喚してみましょう。まだ降りない。気持ち。お、来たわ。はい、こちらでございますね。ハミルトンビーチっていうのかな。サンドイッチメーカーというものでございます。いや、これサンドイッチっていう感覚になるんだ。ほんで、なんとね、これさえあれば、ほんとかな、いやもう完全にね、朝マックですよね、これ。いや完全に朝マックでございますよ、これ。こんな、毎朝、起きるの楽しみすぎだ、これ。毎朝やばいだろ、これがあったら。お、週に1回で決めてんのに朝マック、毎日朝マックいける。いや、マックじゃなくなるか、自分で作ったら。というわけで早速ね、こちら行ってみましょう。じゃじゃーんと、こちらが本体となります。ほんで、もう見てわかるようにね、これアメリカ仕様なんでございますよ。だからボルトが違うんですよね。これ120V ね、60、まあ大体似たようなものになるんだけども、日本で使うとまあ 100V になるので、ちょっとね出力が弱い感じだから、このレビューとか見てるとね、ちゃんとその時間で焼けませんでしたっていうコメントもちょこちょこ出てくるんではございますけども、少し焼く時間長くしたりするとね、うまくいくかとは思います。まあでも多分普通でいけるとは思うんだけどね。うんなら早速いってみましょうか。まあちょっと余熱してからにしようかな。で、ちなみにコンセントの形状がちょっと違くて、片方だけがちょっとね、大きいんですよ、これ。多分皆さんのところでも普通に使えると思うんですけど、日本のコンセントってわかるかな、左側だけこれ実は穴も大きいんですよ。片方だけ指突っ込んでも感電しないっていうのはあるんだけど、絶対みんな試しちゃダメだよ、それは。で、これ反対だとこんな感じで入らないんだけど、こうすると入る。するとね、こんな感じ。今ね、これ余熱中で、ここがペコンってなると、今から焼き上げるっていうものでございますね。で、ちょっと紹介すると、ここの鉄板が熱くなるんでございますよね。で、見ると、この卵を乗せる部分、ここ。お、すごい。シューンと。一応、テフロン加工はしてあるみたいなんだけども、少し油塗った方が、なんか取れやすいみたいでございますね。ちょっと今のうち、ちょっと意識高いから、オリーブでいっか。オリーブでも、ちょっと、
少し塗っておいて、 OK。 この縁もちょっと塗っとこうか。よいしょ。な、余熱いきましょう。あ、待って、こうしてる間に準備、段取り段取り。まずはね、あ、ケチャップでしょう。あ、ほら、卵もちょっと欲しいな。あとはね、ベーコン好きだからベーコン買ってきちゃって、あとはね、とろけるスライス、これをただセットすればいいだけみたいなんでございますよ。ほんで、マフィンってのも売っててさ、こう売ってんですよ、これスーパーにさ、長熟。これ普通のやつ買ってきてるけど、あの、米粉バージョンのやつもあったりとか、自分でこのカスタマイズできるってのも一つのポイントだと思います。やっぱどうしてもね、アレルギーかなんかでさ、あの、普通のパン食べれない子もいると思うから、それ米粉のやつにしたりとかするとね、いいかもしんないよね。で、そう言ってる間に、まだ、あ、でも、ジュージュー言ってきたね。温まってきてるんだわ、どうも。あ、着いた。OK 牧場ってことね。うんなら早速、こちらの材料を使って、イングリッシュマフィン作り、いきましょう。さあ、ではまずこのパン生地。これがね、すっごい、なんだろう、この粉。粉って、なんなんだろう、これ。すっごい、すっごいボソボソが、ほら、見えるこれ。ボソボソめっちゃ落ちてくるんですよ、これ。あー、ボソボソボソ。これどうやってちぎるんだろう。あ、これ、ちぎれたちぎれた。まあ、多分2枚にしますよね。あ、めっちゃ粉かかっちゃった。まあ、いや、とにかく行くわよ。これ熱いので皆さん気をつけてくださいね。で、ここが一番下の段になって、ここにマフィン1本とぴったりんこ。で、こっからカスタマイズ。マヨネーズ使ってもいいけど、ケチャッパーなので、ケチャップをこんな感じでやるといいのかな？うわ！で、ここから、ベーコンでしょう。やばいっしょ、これ。多分手早くやった方がいいんだろうけどね、これ。手早く。こうして、あ、やべ。もっと段取りしとけばよかった。待ってる間に油で滑ってとろける開かない。こんな茶番してる間に温度が下がってっちゃう。あ、来た来た来た。まあ、なんでも手早くですよ、お料理は。朝なんてなおさら。この余熱してる間にね、皆さん、あの、段取りしていくといいでしょう。今回は悪い見本でございます。まあ、とりあえず混んで、あ、大丈夫かな、入るかな、うまいこと。オッケーオッケー。で、ここで蓋をして、で、ここに卵を入れる。こういうこと。あ、白くなってってるわ。ほんで、あとは、蓋をする。え、こういうこと？蓋をして、ほんで、あ、最近知ってるこれ。いくよ。タイマー、5分でセットしてください。はい、5分ですね。スタート。ちょっと尻っぽくなったの、これ。前のやつでもできたけどさ、今回対話式になった。まあ、そんだけ。なら、あと5分間ゆっくり待ちましょうか。あ、私のミスか。あ、ちょっとなんか垂れてきちゃった。これ皆さん気をつけて。ちょびっと垂れちゃった。皆さんも気をつけてください。お、オッケー、一応5分経ちました。さて、あなたは大丈夫な、ちょびっとこぼれちゃった分はあると思うんだけど、大丈夫なのでございましょうか。では、もう電源はいいはずなので、コンセント抜いて、で、こっからだよね。いい匂いはするんですよ。一番上開けてみようか。ああ、これ一番上も熱通ってんだ。ほら、若干焦げついたぐらい。問題この下だよね。これをね、横にスライドさせるみたいなんだけど。え？あ？あ？何今の気持ちいいの？え？え、あとはさ、これ全、あ、え？あ、わわわ、ごめんなさい。今、両手でやった方がいいね、皆さんも。ちょっと待って、すごいことになってるんじゃないの、これ。あとは、あ、紙でしょ、これ。あ、こうやってすれば、あ、来た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 。はーい。いや、すげえ。え？マジか。この断面よ。いや、サムネ的にはこっちの面の方がいいな。これよ、これ。サムネ命かけてっからよ。ちょっと横、ちょっと綺麗にしてよ。くわ、チーズが来てる。はい、というわけでこれ完成でございます。やば。はい、もうサムネ完了。サムネタイム完了よ。わさー。いや、朝マックでもこれだけ熱、あ、いや、熱々は問題あると思うけど、こんだけのやつできないよ、これ。ほんで、あ、上が完全にくっつい、あ、すごい。ほんで、下が、うわー、ジュワーじゃないですか、ブシュブジュワーで。はー、すっげー。
トマトとか挟んでもうまそう。あーすげー。はい、というわけで早速いただきましょうか。いやもうチュンチュンの熱々でできてるからさ、いくよ。うまっ。いやそれよりもこの卵のクオリティですよ。かじったとごめんなさいだけど、いや再現できてる。いや再現できてるこれ。しかもちゃんと火通ってるね。5分とかでもさ、半熟でもなく、あのしっかり目に通ってるので4分ちょいぐらいでもう焼けてるのかもしんない。いややばい、うまっ。あ、さま超えたか。うまい。まだまだ工夫でこれなんとかもっともっと上目指せそうだな。はい、とまあね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ今回のやつね、ちょっとあの熱っつんなるのでそこら辺だけ注意していただきたいんですけど、さっきねこれ外れたの分かるように、この真ん中の蓋だけはね、あの取り外して洗うことができるようになっております。ほんで下のところはね、これ外せないんじゃないのかな。まあ、ただあのパン乗せるだけなのでそんな汚れてないんですよ。ちょっと拭いてね、また使っていただければいいかと思います。でこれはね、もう朝マフィン、うん、それ好きな方にはね、めちゃめちゃおすすめかもしれません。あのコメントとか見てるとね、あのそういったコメントすごく多くて、なんならね、やっぱ自分でカスタマイズできるから気分に合わせていろいろ作ることができるんでございますよ。いや皆さんももしよかったらお試しください。以上、サンドイッチメーカーのご紹介でございました。